まだそういう一層の問題ばかりでなく男女関係の場合などでも男はいつも誘惑するもの女はいつも誘惑されるものと世の中全体は考えやすいが実際は存外、女の誘惑する場合も言葉で誘惑しないまでも素振りで誘惑する場合が多そうであるこういう点は現在 男のやっている仕事を女もやるようになったらば男の冤罪を晴らすことができるかもしれない私はこんな意味で女が世の中の仕事に関係するのも悪くないと思っている。